NHK 大河ドラマ鎌倉殿の13人で勝佐広常を演じている佐藤浩市さん。今や日本を代表する俳優さんですが、一時は別人かと思うほど激痩せして、ファンから心配の声も上がったことも、しかし、それ以上にやばいと言われるのが、佐藤さんの半生だと言われます。一体何があったのか、気になって調べてみることに。佐藤浩市は本名で、1960年12月10日生まれの現在61歳。東京都新宿区の出身で、身長182センチ、血液型は A 型。昭和の大俳優の三國連太郎さんを父に持ち、母親は神楽坂の売れっ子芸者でした。父の三國さんは3度目の結婚だったそうです。モテ男とモテ女の2人でしたから。佐藤さんは、夜は一人のことが多かったそうです。家にいることが珍しい父親だった三國さん。最終的に、三國さんは4回も結婚されていますから、佐藤さんの母親とも離婚するのですが、佐藤さんがまだ小学生の頃に家出をし、驚いたのが別れの言葉、これが君との最後の別れだ。君はお袋のところへ帰れ。僕は放浪生活を始めるから。三國さんはなぜそんなことを言ったのでしょう。そんな佐藤少年にとどめを刺したのが母親でした。母親は生活のためスナックを始め、親子2人で暮らし始めましたが、佐藤さんが中学生の頃にその店で働く男性と3人で暮らすように、耐えきれず高校2年生の時に家を飛び出し、それ以降30年間母とは絶縁状態となります。親からの愛に恵まれない少年時代を過ごした佐藤さん。映画の道へ進むことを決心した時に、そのことを三國さんに伝えに行ったところ、僕は何も教えられないよ、だったら親子の縁を切りましょう、そう言われたのだそうです。1980年に多摩芸術学園映画学科に入って編集の勉強をしていたそうですが、19歳の時、父のマネージャーから NHK が佐藤さんと背格好や年が同じくらいの役者を探していると誘われて、次第に俳優をやってみたいと思うようになって、1980年 NHK ドラマ続事件月の景色で俳優デビューすることになったそうです。翌年には映画青春の満に出演して、第5回日本アカデミー賞新人俳優賞、ブルーリボン賞新人賞を受賞して、俳優で生きると決めて学校も退学。1983年映画魚影の群れでは日本アカデミー賞優秀助演男優賞を受賞。また1994年映画忠臣蔵外伝四谷怪談で日本アカデミー賞最優秀主演男優賞を受賞。直近では2020年映画福島フィフティでの日本アカデミー賞優秀主演男優賞を受賞と、まさに名優と呼ぶにふさわしい佐藤浩市さん。親の七光を嫌っていた佐藤さんですが、考えてみればデビュー作での大抜擢というのもよほどのことだとわかります。案の定、佐藤さんのクランクインの日に三國さんはお忍びでスイカの差し入れをしていたそうです。やはり息子のことが気になっていたのですね。とはいえ、三國連太郎の息子という金看板に決して甘えずに努力して上り詰めてきた佐藤さん。いつか父を見返したいと、その愛憎の思いは長らく消えなかったそうです。1986年映画人間の約束での初共演の際、言葉を掛け合うことすらなく、10年後の映画美味しんぼでは三國さんが主演に佐藤さんを指名したのですが、終始険悪な雰囲気だったそうです。ですが2000年過ぎたくらいから親子の距離が縮まりだしたのだとか、何かきっかけがあったのでしょうか。実は1996年に佐藤さんに息子さんが誕生して、三國さんにしてみれば可愛い孫、運動会には必ず駆けつけたり、孫にだけは
自分のことをレンちゃんと呼ばせたり、まさに子供がカスガイとなって三国さんとの仲も雪解けしたのです。今は25歳となった息子の寛一郎さん、まるで三国さんが佐藤さんにしたのと同じように、幼い頃は父に撮影現場に連れて行かれた寛一郎さん、2013年に三国さんが旅立ったことを機に俳優になることを決心して、2017年映画心が叫びたがってるんだでスクリーンデビュー。映画浪花雑貨店の奇跡や菊とギロチンが評価され、キネマ旬報ベスト10新人男優賞など受賞し、ドラマグランメゾン東京や最近では大河ドラマ鎌倉殿の13人に出演しています。佐藤さんは自身の経験から息子に対して助けない優しさを貫いているのだとか、親子3代とも芸に対して真剣で自分の努力で這い上がるとはすごいですね。さて、佐藤さんには奥さんがいるのですが、実は佐藤さんは再婚で、モデル出身の前妻と1986年に結婚して、息子さんも一人いたそうです。離婚した理由は手塚さとみさんとの不倫が原因とも言われますが、もう一つは佐藤さんが息子さんとの関係をうまく作れなかったことが原因とも言われています。今の奥さんは広田彩子さんという元舞台女優で、1993年の結婚と同時に家庭に入ったそうです。もともとずっと佐藤さんの追っかけで、佐藤さんに会うために女優になったほどで、奥さんのいとこには女優の広田レオナさんがいて、実の妹は原田芳雄さんの息子の嫁だそうです。やっと手に入れた普通の家庭の日常、ある時佐藤さんに奥さんから一通の手紙が届いたそうです。それは2015年映画愛を継ぐ人の舞台挨拶のサプライズで読み上げる途中から佐藤さんの態度が一変したそうです。光一さん、心臓が飛び出るくらいびっくりしていることと思います。すみません、私はこの作品を見るのが今日で3回目、きっとまた客席で号泣していると思います。もし自分が夫よりも先に旅立つことになったら、ふとそんなことを考えてしまいました。結婚した当初、体があまり丈夫でない私は、自分が死んだら保険金で好きな映画を作ってねとあなたに言ったことがありました。もちろん当時はまだ若く、死という存在が遠くにありました。でも自分が光一さんよりも先に行ってしまうような気がしたのは本当です。今の私は違います。この作品を通じて命には限りがあるということを痛感しました。当たり前の日常が突然なくなることもあるということも、その時後悔しないように健康を大事に、感謝しながら大切な家族や大切な方たちとの時間を丁寧に過ごしたいと思います。23年前に光一さんからいただいたお手紙にあった、僕は一生あなたの味方ですという言葉を今も忘れません。私の一番の味方は光一さんです。だからどんな困難も乗り越えていけます。光一さんよりも一日でも長く生きることを約束します。思わず男泣きした佐藤さん、そしてそんな奥さんに感謝してもしきれない、ある理由があるのだと言います。30数年間も会ってなかった母親が再婚した旦那に先立たれた上に、脳梗塞で倒れた後遺症で寝たきりとなって、息子すらわからない認知症になっていたのです。そんな母親を自宅に引き取った佐藤さん、その介護を奥さんがすべて引き受けてくれたのだそうです。なかなかできるものではないですね。ところで2020年に突如の激痩せが話題となった佐藤さん、後に激痩せの真相は大腸のポリープを取る手術を2回受けたのと、それと前後してアニサキスに当たって食が落ちて5キロほど体重が減ってしまったそうです。ちょうど
その年に撮影する映画の役作りもあったとはいえ、そうなったと言っていた佐藤さん。意外ですが、2021年には初アルバムを出していて、語るように歌う役者歌で魅了しています。NHK ドラマ、オリバーな犬、ゴッシュ、この野郎で、スーパーボランティアの小西幸男役を好演したり、大河ドラマに18年ぶりに出たりと、ますますパワフルでダンディーな佐藤浩市さん。いかがでしたか？あなたはどう思いましたか？その役者魂は、豪雨なのかもしれませんね。これからも応援しています。それではまた、次回お会いしましょう。